日常運動の食うた日記ようこそ。さて本日の食うたはこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらビックスのど飴、喉に潤いピーチというものを舐めてみたいと思います。大正製薬の商品ですね。ピーチ、さらにポリフェノールも入ってるみたいですね。ポリフェノールとちょっと紫のイメージがあるんですが、ブドウじゃない、桃にどうやって配合したのでしょうか。まあそこは考える必要はないか。んー、ちょっと待ってくださいね。あいた、中はこんな感じになってます。まあさすがにのど飴一気に舐めたりはしないので、もちろん舐めるのは一粒です。で、ちょっと見えにくいかもしれませんけど、こんな感じで薄くピンク色になってますね。では舐めてみます。チャンネル登録よろしくお願いします。確かにすっきりはするんだけど、なんか思ってたのと違うな。桃がダブルポリフェノールというのは、ミントのポリフェノールと緑茶のポリフェノールが含まれてるみたいですね。ポリフェノールというとコーヒーを思い浮かべるんですが、それは違うんだと。まあポリフェノールについての感想はこの辺りにしておいて、舐めた感想なんですけど、ちょっと桃の甘さや酸っぱさはあまり感じなかったんですね。どっちかっていうとミントの清涼感の方が強いです。なのでピーチ味の飴と考えて舐めてしまうと、な部分がありますね。ちょっと思ってたのと違ったのは残念です。もうちょっと桃の甘さも感じたかったですね。清涼感はあるのですっきりはするのですが、名前負けしている感がありますので、これはこちらの点数とさせていただきます。決してまずくはないんですよね。それではアイスクリーム血まなこになるぞ探して、何味を探しているのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。